倒して置きたいで顔出して切る。オッケー、行きましょう。どんどんもう一人やってダウンさせたような気がするぞ。あ、いますね。ここ伏せ打ちで、オッケー、オールダウン。今回のラストはね、あら、なかなかないっす。基本的にありえない、ないない、本当に初めて今までで。どうも皆様こんにちは、グリードです。というわけで今回はウォーゾーンの、トリオモードですね、こちらをプレイしていこうかなと思います。前回ね、ウォーゾーン一体どんなとこが海外で人気なん、どこが面白いみたいなことをね、本当ウォーゾーンのシステムを一から説明したんですけど、つまり今回はパート2というわけで、まあ今回は実際にプレイする上でより深い部分、解説的な部分をしながらやっていこうかなと思います。で、今回プレイするのはこのバトルロイヤルトリオですね。で、その前にこのウォーゾーンをプレイする上で絶対にちょっとね、やっておいてほしい設定があります。まあ、このゲームね、たくさん設定があるんですけど、まあ、これだけはね、これだけはやっておいた方がいいよっていうもの。まず、このコントローラーの部分の一番下です。で、感度とか全部お好みなんで、一番下、これです。アーマープレートの挙動。これを最初1個仕様になってるんですけど、これを全て仕様にします。で、次に、アクションリロードの挙動を、タップリロードになってるところをこのアクション優先にします。もうこれだけ、これだけはね、設定しておいてほしい。これするだけでプレイの幅が一気に広がるんでね、ぜひちょっとチェックしてみておいてください。さあ、というわけでやっていきたいと思います。今回もノラの方と一緒にプレイしていきましょう。さあ、まず降りる場所、本当にお好きなところで大丈夫です。このマップは、本当バランスが良くて、どこ降りてもね、ある程度敵がいるというか、密集地帯みたいなのは非常に少ないので、よいしょ。まあ、味方さんと ばらけないことだけは守りましょう。なんだ、おいしょ。危ない。ほい。なんか、いきなりやりに来ましたね。あ、この人、3プレートアーマー、アーマーが3つ付けられるものをさ持ってましたね。運がいい。いただきますよと。ショットガンはね、ちょっとこのゲームではあまり、ウォーゾーンの方では、ちょっと心もとないかなという。一発では倒しきれないので、こういう風に。まあ、2発で倒せましたけど、なんとか。で、格殺入れて、ちょっとアイテム漁りたいですね。で、まず、このゲームにおいて、終盤まで、序盤から終盤まで共通して言えること、お金をなるべく貯める。常に。お金がほんとキーです。お金を貯めることによって、強力な武器だったり、アイテムだったりを買うことができるので、本当に大事になってきます。で、あ、味方が UAV 出してきました。あ、ここから出たのかな ?UAV はね、一時的に、こう、左上のレーダーに敵の位置が移るっていうめちゃくちゃ強力なアイテム。これが本当ウォーゾーンでは超重要。もうこれを買うためにお金を集めると言ってもいいぐらいですね。で、この UAV が出てる間はどんどん強気に行きましょう。まず右に1枚だけいるんで、その人を倒して、置きたい。倒します。よし、OK。で、顔出して切る。OK。倒して。UAV こちら出てるんでね、どんどん行きましょう、どんどん。もう一人やって、あと2階にいるやつじゃないか?この辺で、ダウンさせたような気がするぞ !OK、3ダウン。まだダウン状態ってことは、敵がいるのか、この辺。あ、いますね。ここ伏せ撃ちで。OK、オールダウン。いや、最高です。いいスタート。これはね、今回、たまたま味方さんが UAV が箱から出てきて、くれたから結構強気に行きましたけど、まあ UAB がなかったらここまで強気に行ってないです。だからちょっと運がいいスタートでした。今回は右のマップ見るとバウンティーランナーインテルセーフクラッカーっていうね、ミッションの任務の名前が書いてあるんですけど、これがね、前回説明したお金を集める上で非常に重要になってくる。で、初心者の人にとっても敵を倒さなくてもお金がゲットできるっていう非常に、いいシステムになってます。で、僕のおすすめはバウンティーとセーフクラッカーですね。セーフクラッカーは特におすすめで、箱を開けるだけでお金がめちゃくちゃ手に入るし、いい武器も手に入るので、なるべく見つけたら最初やる方がいいと思います。で、僕が今やってるのは、要塞ミッション。ゲームが開始してしばらくするとマップ上に出てくる AI 付きの、要塞っていうミッションですね。で、これをクリアすると、待ってね、ロードアウトだったり、ね、自分のカスタマイズした武器、
さらには、アーマーベスト、あとバックパックとかもね手に入るので、非常にできればやっておきたい。ここにね爆弾があるから、これを解除するとこういう風にバックパック、アーマー、毒ガスマスク、ミューニションボックスっていう、あの弾薬ボックスですね、もう手に入ります。でここで、自分のロードアウトを使えるんですけど、今回はデフォルトにあるロードアウトを使っていきましょうか。で敵が近づいてきてるかな、これね、ちょっと分かりにくいけど、左上のレーダー見るとなんか赤い点がポツポツポツって出てますよね。ね、ここの要塞ミッションクリアすると敵の位置が分かります。しかもずーっとこれ表示されるんですよ、この周り敵の位置が。なのでもうやったらもう最強。よし、ちょっと今ダウンさせたんで、あ、これはボットかな、そうボットも混ざってるんで注意ですね。あれはダウンしたのはプレイヤーですね。よいしょ、さすがに、この位置はね、僕の方が強いですね。まあ、こういう風に、基本的な立ち回りとしては、あ、ほんと、ま、難しいことはないんだけど、ほんとバトロワとして基本的なこと？高い位置を取る。高台を取っておく。どんな時も。そうすると、あ、こんな風に、有利に立ち回れますよ、と。はい、もう。楽々ですね。これでね、僕たちが今敵みたいに下の位置にいたら、まあ、勝てないですね、基本的には。だからどんな時も、高台とか、建物の2階、あと、あるとしたらどこだろう。あ、これプレイヤーだ。さあ、これ多分最後の一人でしたね。丘の上とかっすね。ほんとすごい、そこを取るのが基本的に大事。で、僕が今これ倒してるの、要塞の周りにいる、ただのボットなんですよね。あの、ボットだけど結構強いから注意してください。さあ、左上のレーダー見ると、なんか、ね、赤いマークがありますけど、あれはプレイヤーですね。やばい。ちょっとこっちアーマーがないんだよな。これはやられてしまうかもしれないですね。自己蘇生あるから切れるかな？ナイス。敵近づいてきてますね。ナイス、味方が1枚取ってくれた。ナイス、でかい。 2v2 ですかね、今。でも要塞のおかげで敵の位置がずっと分かってる状態。こっちから回ってきてる。そう来る。いやー、よし。いやー、これ勝ったのめちゃくちゃでかい。ね、これ勝てたのはマジで要塞ミッションやってたおかげで、敵の位置がずっと表示されてるおかげです。で、味方さんも収容所の、2v2 勝ってくれたみたいなんで、帰ってきてると。よーし！いや、最高のスタートですね、これ。あと、要塞ミッションを、クリアしたおかげで、お金がものすごくあるので、さあ、そうなったらショップに行きましょう。ほんと、基本的にお金を集めてショップっていうのを繰り返して、で、その道中で敵がいたら倒すって感じですね。さあ、とりあえずアーマーたくさん買っておきましょうか。うん、アーマー買っておいて、今回はデフォルト武器だったり、敵の拾った武器でプレイしていきたいので、このままで武器は行きましょう。あの、購入ステーションは、その場所によって扱ってる商品が違うんですよ。商品が違ったり、在庫があります。例えばこれ UAV 欲しいんだけど、今ゼロってなってますよね。在庫切れです。誰か購入しちゃったので、買えないと。アーマーボックス買っておきましょうか。このアーマーボックスは、まあ、文字通りアーマーが入ってるんですけど、結構ね、入ってる。6個ぐらい入ってるんで、で、味方にもね、分け与えられるから、非常に強力。で、今取ったのはバウンティー任務です。ちょっと、セーフクラッカーとは違って、敵を倒しに行くっていう任務なんですけど、ただ、今、左見るように、こう、敵の位置が、マップ上にね、緑色で、大体の位置が表示されるんで、これを取って敵を倒しに行くのが、かなりやっぱ、強いよね。敵の位置分かってるし。ただ、今見た感じ、バウンティーの人は車に乗ってるみたいなんで、そうですね、ちょっと、追いかけるの大変かもしれないですけど、で、皆さん、まあ、見て分かるかな？あの、僕、ね、今のところ結構好きに動き回ってるというか、あんまりバトルワらしい立ち回りしてないですよね。このゲーム本当にエリアが広いです、最初の方は。なので、あんまりこう、次の円を目指してみたいな、そういう難しいことは考えなくて基本的に OK です。ただ、これから、う、待って、敵。あれ、敵です。
やった。あれ？バウンティ？バウンティ誰かに別の人に倒されたっぽいね。そう、基本的に序盤は難しいこと考えなくていいんだけど、そろそろほら、だんだん円が小さくなってきましたよね。これぐらいになってくると、少しは次の円のことを考えないといけないです。ちょっと今、リーコンドローンっていうものを拾ったんで、これを、で、周り見ましょうか。これはね、敵の、周りの敵の位置が建物越しにわかるので、と見て、あ、奥にはいますね。近くにはいないかな？おっと、なんだ？味方、やば。当て感やばいな、あれは。さあ、円もだいぶ狭くなってきました。これぐらいの狭さになると、まあ、ちょっとね、次の円を考えて、なるべく早く、次の円に入っておくっていうね、バトロワの基本ですね。よいしょ。さあ、味方を蘇生しました。この辺、敵がめちゃくちゃいるっぽいんでね。さあ、中盤、もう終盤に差し掛かろうとしてますが、ね、うちらのチームを見るとお金が全然ない。はい、そんな時に任務をやるというわけですよ。で、近くにある任務がセーフクラッカーなので、ちょっとあれを取りに行きましょうか。まあ、こういう時はバウンティーとかね、敵を倒しに行く方でも全然 OK です。ただ、ランナーとか、他インテルとかは、ちょっと僕はあまりおすすめしない。特にランナーは自分の位置がわかる。わかっちゃう。敵にわかっちゃうね。ものなんだけど。まあ、制限時間生き残れば、アイテムがゲットできるみたいなお金とね。あんまりおすすめしません。で、インテルは次のエリアがわかるっていう任務。ただ、これはね、結構時間かかるんで、で、プラス任務進行中はね、敵に位置がバレちゃったりもするから。よいしょ。最初の方は、セーフクラッカーとか、バウンティーがおすすめですかね。うわ、マジかー。こんな近くに敵おったんか。やばい。なんとか逃げてるけど。味方やられちゃったかな。ちょ、空爆落としておきましょう、あそこに。いやー、この辺ちょっと激戦すぎるね。あ、でも空爆で、あ、ダメだ、全滅できたっぽい。ただ味方がもういなくなってしまった。オッケー、ダブル。空爆呼んで、あ、じゃあ UAV 呼んで、ちょっとあそこダウンさせたんで空爆呼んでおきます。ごめんね、ちょっとこっからはね、すーごい激戦区であんまり参考にならないかもしれない。うわ、危ねえ。どっから来たんだこの人。で、左側ね、今僕が円の中にいて敵が円の外にいますよね。ここですよ。バトロワの基本。先に円に入っておく。やばい。でも敵強いんで逃げます。OK です。めちゃくちゃいい位置取れてます。ね、これもバトロワの基本ですね。高い位置を取っておく。トリオモードで僕一人になってしまったので、まあ、かなり無理ゲーです。基本的には。まあ、なんとか先に円に入っておくという方法で、今は生き延びてるかなっていう状態。あれボットだな。あれはボットですね。これはプレイヤーっすね。白殺だけでも入れときましょう。敵の空爆が来てる。これは、この迫撃砲ってやつはね、ちょっとね、追尾してくるんで、5発ぐらい来るのかな？逃げ続けないといけない。うわぁ、次のアンチ向こうか。やばい。これは早めに移動しないといけない。倒せなかった。やばい。先に移動、先に移動。とにかく皆さん、先に移動です。当たり前だけど。OK、1枚キル取れた。ちょ、空爆呼んでいきましょう。で、下にも、上か？どっかにいる。1キル取れましたね、空爆で。僕の上いますね。バレてるかな？
で次のアンチは、そう説明ができてなかった、最終円移動します、こういう風に。なので先にこう次の円を見て移動しておく。これプレイヤーか、ボットじゃなかった。これはボットですね。いやー待って、ボットに倒される。もう待って、ボットが邪魔してくる。まずい、もうあれがない。いやーこんな最後ある。うわー待って、あれプレイヤーだ、あれプレイヤーだ。自己蘇生でなんとか耐えてるけど、もうマスクがない。あれプレイヤーですね今の。いやーくそー。うわまさかのボットにボットにやられるラストってある。これ今回のラストはね、あら、なかなかないっす。基本的にありえない。ないない。本当に初めて今までで。最後の円にボットが混ざってるエリアが当たるなんてなかなかないです。うわぁ、ボットいなければこれ勝てたなぁ。まあね、まあこんなこともありますよと。まあ基本的に最後僕ソロだったんで、まあそこまでいけたのが基本的に奇跡ですね。というわけで今回はウォーゾーンプレイする上で、まあ基礎的なことをちょっとね解説しながらやりましたけど、まあちょっと終盤は一人だった上にかなり激しかったんで、あんまり参考にならなかったかもしれないですけどもね、やってみてください。というわけでお疲れ様でした。Think with our hearts, stare at the stars, we were never apart. Drinking too young, way too much fun, out in the sun, or in